12月12日日曜日です、銀座にやってきました。これからですね、久しぶりにヨガイベントの開催です。年末調整男前ヨガ、ニュービデオヨガと題しまして、僕が企画するヨガイベント第5回目で、コロナ禍がありましたのでだいぶ久しぶりですね、講師にはですね第1回の男前ヨガでやっていただきました、池田理子先生に来ていただいて、約10名の、方と一緒に年末体を整えて新年を迎えようというイベントを今からやってきます、果たしてみんなちゃんと来てくれるのでしょうか、楽しみです。今回はですねこの銀松ビルっていうところの4階に貸しスタジオがあるのでそこを利用します。広い、結構広い。さあ着替えて、僕は準備完了です。他の方が来るのを待ちたいと思います。あ、どうです。はいです。ありがとう。どうです。もう僕のイベントには必ずって言っていいほどお手伝い兼参加していただいてます。モデルの西本くんです。よろしくお願いします。久しぶり。久しぶりですね。どってどって。これ日本代表？今日は日本代表でやってきました。全身赤です。すごい日の丸じゃないですか。お久しぶりですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2回目の男前ヨガですね。はい、一番男前と思ってこのコーディネートにしました。さすが、要は日本代表的な。じゃあよろしくお願いします。皆さん揃ってるので。はい、お願いします。はい。お待たせしました。ではね、第2回目になります。ヨガをしてこう心も体も整って本当のこう男前になるっていう意味を込めて。よろしくお願いします。先生ありがとうございました。ありがとうございました。久しぶりの男前ヨガでしたけどもいかがでした？いや、なんかもう心がもうポカポカってなりました。なんかもうみんな、なんか久しぶりに会えた人もいたりして、でなんかもう本当にいい空間だったね。本当に素敵な1時間でした、うんうん、みんなが男前になってました。あ、確かに男前度上がってましたね。みんな、うん、なってた。またやりたい。顔つきが変わった気がします、うんうん、じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。また開催するので今回来れなかった方もぜひお越しください。また告知しますので。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。イエーイ、ありがとう、リコちゃん。ありがとうパワフルだな、相変わらず